皆さんこんにちは、バッカンという裸のことです。今日は10月の6日です。これから3連休なんですけども、バッカンという裸では厳冬期の登山靴がサイズがもうほぼ全部揃いましたので、これからフィッティングを開始します。でご予約はですね、すでにもう受付していまして、一応10月10日からということで受付をしているんですけども、準備は整ってますので、いつでもご予約いただければフィッティングができるというような状況です。それで今期のローバーの厳冬期対応モデルは、昨年同様のモデルでですね、マウンテンエキスパートと、あとはバイスホルンですね、緑色の靴が見えると思うんですけど、バイスホルンの2モデルでフィッティングをしています。でこのマウンテンエキスパートとバイスホルンの違いは、この足首のところの形状、保温材とかも若干違うんですけども、こちらはですね、プリマロフト、これはマウンテンエキスパートのメンズの、カラーになるんですけど、綺麗なレッドです。シャア専用のレッドになります。で、このマウンテンエキスパートはプリマロフトという保温材を使っていて、バイスホルン、あの緑色の僕も愛用しているバイスホルンはゴアのデュラサーモという保温材を使っています。それでローバーの特徴としては、保温材がですね、この甲の部分っていうのもしっかり全体に入っているので、甲の冷えっていうのもかなり抑えられると。一部のですね、冬山イタリアのメーカーなんかでは、ここの甲の部分に保温材が入っていなくて、サイドは入っているんですけども、この甲の部分が結構冷えるっていうような靴もあるんですけども、ローバーの場合は全て甲の部分も保温材が入っているので、保温力としては最高ということになります。でこのマウンテンエキスパートはまず保温材が違うのと、あと足首のところが少しバイスホルンと比べると少し低い構造になっていて、より、夏のですね、登山靴に近い、アルパインというかマウンテニアリングブーツに近いような軽さと、履き心地っていうのをこう提供してくれる。それでも一応厳冬期用モデルなので保温材が入っていて、そこもですね、硬くなっています。マウンテニアリングブーツよりも硬くなっていて、ワンタッチアイゼン、ワンタッチ式のアイゼンを対応しているというような感じになっています。でバイスホルンも同じようにワンタッチ式アイゼン対応で、もう少しですね、足首のところが高くなっていて、保温力が増すっていうのはバイスホルンの方が少し増すんですけども、ここはスパッツとかズボンとかタイツとかいろんなものがで調整できるので、足首の部分は調整できるので、その辺で調整するんであればマウンテンエキスパートは軽くてですね、非常に軽快に歩ける登山靴で、バイスホルンはより保温量が高くて、アイスクライミングとか、長時間の歩行であったりとか、そういうものにより快適に歩けるというような感じ、もう使う用途は変わらないんですけども、そんな感じかなという。それとあとバイスホルンは以前もちょっと紹介したんですけど、ベロのところに調整用のパッドが入っているので、アイスクライミング重装っていう、こう両方でこう使い分けるときにフィット感をちょっと少しこう調整ができるということで、使う幅がちょっとこう広がるかなという感じです。今年のですね、冬山、どういう気候になるか分かりませんけども、今年はですね、春から異常といえば異常な気候でですね、土日週末は台風が来たりとか大雨になったりとか、いろいろ天候のですね、いろんなこの気象の自然の猛威というものを見せつけられた、このシーズンじゃなかったでしょうか。また冬もですね、冬はもともと自然の猛威というか、それが当たり前っていうような、特に高山帯ではですね、当たり前というような状況の中で、登山を楽しむんですけども、冬山は昔と違ってそんなに、過酷なですね、冬山を楽しまなくても、少しなんていうかな、優しい状況の中でいいとこ取りっていうもので楽しむことができます。で夏の間はですね、本当に、なんか展望台があって車で上がれるようなところも、冬場はそこがですね、フィールドになって、道路が閉鎖されて、その道路を歩くだけでも結構綺麗なんですよね。で頂上にお昼前に着いてお昼ご飯を食べて帰ってくるとか、そういった感じで楽しめば、街が見える範囲でですね、そういった感じで楽しめば、そんなにこう気象の急変で遭難をしてしまうとか、そういうことにもならないように楽しむことができますの で徐々にステップアップをして、北アルプスとか八ヶ岳とか少し高山帯も楽しめばいいんですけども、例えば八ヶ岳でもですね、場所を選べば、例えば僕たちが冬山の登山教室で、
利用している、まあ、黒百合平、渋の湯って登山口から3時間ほどで歩けます。もうずっと樹林帯の中を歩けますので、まあ、ルートもですね比較的分かりやすいんですけども、まあ、雪や大雪が降ったりとかすると分かりづらくなってしまうので、しっかりルートファインディングはしながらですね、行けば3時間で登れます。だから朝7時ぐらいに出ればもう10時ぐらいには黒百合平に到着します。でそこで、そこに山小屋さんが通年営業されているので、そこでお昼ご飯ラーメンでもカレーライスでも食べて帰ってくるとか、それだけでも楽しめます冬山は。でその前にですね少し、小高い丘がありますので、そこに登ってで、まあ、天狗岳を眺めたりとかですね、まあ、天気が良くて経験を積んでいけば天狗岳の頂上を目指すというのも楽しめるんですけども、まあ、そんな感じでですね、特に頂上に冬山はですね行かなくても綺麗な景色っていうのを、普段味わうことができない景色っていうのを楽しめますので、まあ、そういうところから経験を積んでいただいて、徐々にですね目標を定めて登山を楽しんでいただければと思います。とにかく冬はですねいいとこ取り、あまりこうなんていうかなストイックな、登山っていうのは、まあ、最初からはできないので、まずはいいとこ取りです。あと一つちょっとお知らせがあります。ですね、まあ、これ他方なんですけど、まあ、ワックスを塗ったピカピカの他方なんですけども、結構皆さんこれを目指して、ワックスを塗られている方がいらっしゃいます。その中にはですね、まあ、この僕が磨いたですね他方とかを見て、まあ、これを目指すがゆえにですねちょっと神経質になって手間をですねかけすぎている方が時々見受けられるので、これはあくまで乾燥してその後に磨いた状態でこういうふうになるのが理想という感じなので、ワックスを塗ってる間はこういうふうにはならないので、ワックスを塗ったりとかしてる間はならないので、そこで下手に光沢が出ないからって言って擦りすぎたりとかそういうことをしないように、とりあえずマニュアル通りやってみて、でただ塗るタイミングとかそういうもので、まあ、慣れていないと、ワックスが行き届かなくて3回塗ってもまだザラザラした感じが残っていたりとかする、まあ、特にこういうところとかで足首のところとかこのベロの上の方とか、こういうところはまだワックスが足りない場合があるので、そしたら1回3回塗って1回ブラッシングをしてみて、乾かしてブラッシングをしてみて、あこの辺がちょっと足りないな、色が薄いなっていう感じがあったら、そこだけローションとまたワックスを少しつけてみて、でブラッシングをして、であとはそういった感じでじっくりとですね修正できますので、後から手直しというかしていけるので、でまたそこ塗ってみて乾かして、でまあ履いたりとかしながらも、まあ足りないなと思ったらまた塗っても、足りない分にはですねまた4回目塗っても大丈夫なんで、まあツルツルにならなくてちょっとまだザラつき感というか光沢感も出ないなっていう時は、足りないわけだから3回今までの3回っていう加工の中で足りないから4回目塗ってもそれは多すぎるわけじゃないので、ただもうツルツルテカテカになっているのにまださらにどんどん塗っていくと、だんだんベタベタした靴になってしまうので、それは良くないという感じで、そこは気をつけていただきたいんですけども、まあその辺はですね、まあこれを目指していただくんですけど、ただワックスを塗る目的は、このピカピカにすることが目的ではないので、本当の目的はね最終的にはこうなるっていうだけで、この革自体の、表面のですね状態をできるだけ新しい時の革の弾力性であったりとか衝撃を吸収する能力であったりとかしなやかさであったりとか、そういうものが、失われないようにワックスで保護をしているような感じなので、まあ、ツルツルするツルツルにというかピカピカにすることにばっかりこう気持ちがとらわれて、逆に擦りすぎてこの革の表面をザラつかしてしまったりとか、摩擦の熱で何かこうヘニャヘニャになってしまったりとか、そういうことにならないように気をつけながらですね、あまりいじくりすぎるのもまあ良くないというか、できればこう可愛く丁寧にやっていただくのはいいんですけども、その辺がちょっとこう加減がですね、なかなかこの動画とか、説明はしにくいんですけども、一応まあこんな感じを目指していただくんですけども、ただこのツルツルにならないからといって失敗してるとかそういうわけじゃなくて、それは革のこの表面の状態を保つためにやってることなので、それが保っていれば別にもう成功してるという感じでお願いします。またじゃあ来年はですね、一旦3回塗り加工していただいて、それでもなんかこう自分で納得できないなとかちょっと違うなという方がいらっしゃれば、まあ1回何回か履いてですね、でワックス加工して何回か履いて、それでもちょっと、分からないっていう方は、
登山靴お手入れ教室っていうのを、まあ、来年は開催しようかなと思いますので、まあ、それで参加をしてください。そうですね、春になるかな、少し暖かくなって、この辺で暖かくなるって言えば4月5月になってくるんですけど、まあそのぐらいの時期に、まあ、4月ぐらいにやってみますかね。だから一度サンド塗りも、あの新品のですね、何も塗ってない方にお教えすると、そのサンド塗りをする説明っていうのは1日ではできないから、その場ではちょっとやってると、そのこのここまでの仕上げの説明ができなくなるので、一応サンド塗りをしていただいて、マニュアルを見たりとか、うちの動画を見てサンド塗りをしていただいて、それでもわからない。で一応ですね、基本的にはうちで購入された方、そのお手入れグッズを購入された方のための講習なので、それだけはですね、いろいろこう他で買ってきてとか、自分で持ってるものでやってみたけどっていうと、ちょっとわからない部分とか、っていうのも出てくるし、他の方も混乱するので、一応うちでセットを購入いただいて、でマニュアルを持ってる方、うちのマニュアルがですね、そのセットについてるんですけども、そのマニュアルを持ってる方のための講習を開催しますので、まあ、それを受けていただいて、僕がどうやってるかっていうのをですね、目の前で見ていただきながら、一緒にですね、お手入れをちょっと、その、まあ、1時間か 2時間ぐらいの時間でちょっと設定しますので、ぜひ参加をしてください。お知らせでした。